韓国海軍駆逐艦クアンゲトデワンから、海上自衛隊 B1 哨戒機への火器管制レーダー照射事件で、新たな情報をキャッチしました。今回は、この B1 哨戒機への火器管制レーダー照射事件に、新たな真実を詳しく見ていきますね。北朝鮮への軍艦を挙げての瀬取り中です。海上自衛隊 B1 哨戒機に発見されたので、慌てたんでしょうが、絶対に許されない行為です。ほんと許せんな。2018年12月20日に、能登半島沖の日本の EEZ、排他的経済水域内で発生した、海上自衛隊の航空機に対する、韓国海軍の駆逐艦からの火器管制レーダー照射の件につき、このほど、韓国で、新たな情報が報じられた。このレーダー照射については、海上自衛隊の B1 哨戒機が、日本海上の排他的、経済水域内において、北朝鮮の船舶とそれを捜索していたと、おぼしき韓国海軍の広平木土田洋、クアンゲトデワン旧駆逐艦1番艦との間で発生した事象である。通常の船舶の捜索等では、当然用いられることはないであろう。兵装を使用する際に用いる火器管制レーダーを、広平木土田洋、クアンゲトデワンは、海上自衛隊の、B1 哨戒機に照射したとして、日本側は、その行為の危険性を非難した。韓国側は、当初は、広平木土田洋、クアンゲトデワンが火器、管制レーダーを使用した事実を認める発言をしながらも、後にはそれを撤回、海上自衛隊の B1 哨戒機が、広平木土田洋、クアンゲトデワンに、異常な低空飛行で、威嚇を行ったと、論旨を、そららした。このため、日本側と韓国側の主張は、全く噛み合わないものとなり、当時は、半ば日本側が諦める形で、この件についての、それ以上の言及を行わないこととなり、今年2022年の末で、4年が経過しようとしていたと言える。そんな中、韓国の大手メディアである中央日報が、2022年8月18日付で報じた記事によれば、韓国軍では、先のレーダー照射事件の翌月早々から、自国の対応をより強硬で組織的にする動きを行っていたことが明らかになった。韓国軍では、まず、事象の翌月にあたる2019年1月に第三国航空機対応指針を定め、さらに、その翌月には、日本を対象にした非哨戒機対応指針を追加しており、自国の対応を公然と正当化し、今後も同様の行動を取ることを明示してたようだ。ことに日本に向けた非哨戒機対応指針においては、第1段階から第5段階までの詳細な対処を定めており、この中では第2段階で韓国側が警告を行った後、それに日本側が応じない場合、火器管制レーダーの照射を義務付けているという。こうした、非哨戒機対応指針の内容は、先の事象を受けて、韓国側の対応を正当化するための、政治的な産物としか考えられないが、そもそも、韓国側の最終的な見解では、広平木土田洋、クアンゲトデワン若き、管制レーダーは未使用としていたはずだ。前回の事象では未使用だった火器管制レーダーだが、今後、日本が同様の行動に遭遇した場合には、躊躇なく、その使用を現場の艦艇に強制する方針を定めたというのが、当時の韓国政府や軍部の決定だということなのだろうか。広平木土田洋、クアンゲトデワンから B1 哨戒に対して火器、管制レーダーの照射が行われた時点ですでに、かかる行為は、現代においては、兵装を使用した攻撃の準備段階を示すものであり、明確な意図もなく行い得る行動ではないと、日本では指摘された。
日本は現在の最大の仮想敵国である中国軍からは同様に火器、管制レーダーを向けられる事象を複数経験しているが、これが危険な行為とは言いつつも最大の仮想敵国から行われたという意味においては驚きは少なかった思える。無論攻撃の準備段階であることを示す火器管制レーダーの照射は、たとえ中国軍からとはいえ危険な兆候であることは間違いないわけだが、尖閣諸島等をめぐりはっきりと対立をしている相手だと認識しているゆえに意外性はないと言うべきだろうか。韓国と日本とは共にアメリカという同盟国を持つために、その意味においては同盟国に準ずる関係だと日本側からは見さされていると思えるのだが、韓国側からは竹島、韓国名、独島をめぐる係争国と捉えている説がある。韓国自身は日本が竹島は自国の領土という主張を崩さないことを受けて、その島の名をわざわざ自国初の強襲揚陸艦に命名するほどに高低する様を見せており、いずれ日本が武力によって竹島の奪還を試みる恐れがあるとすら考えている。そのため等の竹島において日本が攻めてきた場合を想定した迎撃用の軍事演習を行うほか、時の政権の政治家が支持率の向上を目論んで政治的なパフォーマンスとしての道東への上陸を行うなど、対日本への強硬な姿勢派埋挙にいとまがない。韓国では日本の海上自衛隊が出雲片護衛艦の出雲加賀の2隻を F-35 ライトニング2を艦載機とする航空母艦化を行えば、それは一部では竹島の奪還作戦を志向しての行動に違いないと猛烈な敵意を燃やしている。また陸上自衛隊が南西諸島を中心に配備している12式地対艦誘導弾だが、この現在約 200km 弱とされる射程距離を延伸し、最終的にはこれを約 1500km とすることについてはソウルや北京が射程距離に入るとも警鐘を鳴らしていた。韓国は地続きで最大の軍事的脅威である北朝鮮と接している上、かつての朝鮮戦争はあくまで休戦状であり、ことによっては再び戦火に見舞われる恐れがあるという政治的、地理的な要因にもかかわらず、最も警戒すべきは日本と見る向きが未だ多い。まあ、北朝鮮は弾道弾やミサイルを打ち上げて威嚇はしてくるものの、民族的には同一であり、指導者や体制に問題はあると認識しつつも、かつて併合されていた日本に対する生理的な嫌悪感の方がこれに勝っているということなのだろう。これに関しては日本側からそうした考えを改めろとは強要することはできないが、最大の仮想敵国である北朝鮮に対しては費用対効果の見えない重武装の潜水艦や航空母艦の建造を志向している軍事費の使い方について国内で異論はないのかとは感じてしまう。そもそも今回のテーマであるヒロヒラキ土大王クアンゲトデワンが B1 哨戒機に書き管制レーダーを照射した事象についても、なぜその日本の排他的経済水域内で北朝鮮の船舶を捜索するのに同艦有用な大型の水上戦闘艦が現場にいたのかも疑問である。そうした不自然な状況からは相次ぐミサイル発射等で国際的に経済制裁を受けている北朝鮮に対して韓国側が意図的に瀬取り等の行為を支援していたのではないかとの指摘も生んでおり、韓国側には説明責任は求められるだろう。韓国では今年2022年に5年ぶりの政権交代が選挙によって行われ、強硬な反日政策を行ってきた革新系の文政権から
保守系のユン政権へと移行し、対アメリカ重視の施策への回帰が、様々な面から進められつつあるとされる。こうしたユン政権の方向性の表れの一つが、今回の中央日報の記事にも反映しているように、個人的には感じられ、意図的に、日本との関係改善にも、政治的にアプローチする上で、このタイミングでなされたようにも見える。また、先頃には、海上自衛隊が、隊の発足から70年を記念する国際観艦式を、2022年11月に行うことに対して、日本側から招待を受けていた韓国が、ユン政権の方針のもと、自国海軍の参加を前向きに捉えているとの報道も上がっている。韓国といえば、自衛隊旗として掲げられる旭日旗を、先の大戦における日本の侵略の象徴とみなし、2018年に韓国が行った国際観艦式での、その形容を問題視したため、日本側が参加自体をキャンセルした経緯もあり、今後が注目される。